軍服。ドイツの軍服では、軍隊に制服が導入された17世紀から、現在に至るドイツにおける軍服の変遷、及び各国への影響についてもべる。また、特にヘルメットについては、ドイツ軍のヘルメットも参照。17世紀に入った頃から、ヨーロッパの軍隊では、兵士が着る服の色の統一が図られるようになり、やがて下ても標準化されるようになった。 そして、ドイツの一部両方では、オランダ、デンマークと並んで最も早く服の色の統一が図られたとされている。1660年代から、フランスのルイ14世が行った、軍政改革によって、近世ヨーロッパの軍政が確立し、その新しい服装、ジュストコールもプロイセン王国及び新生ローマ、帝国たるドイツの、各両方に服として採用された。 一方のフランス軍も7年戦争以降、衛兵隊の上着にプルシアンブルー、ドイツ語ではプロイシッシュブラウと呼ばれる根性の軍服を導入するなど相互に影響し合っていい。しかし1806年にプロイセン王国がナポレオンに敗北するとプロイセン軍は消滅。ほどなくゲルハルト・フォンシャルンホルストによって再建された新生プロイセン軍はエポレット、社交帽。 エンビ服型の上着、コレットと呼ばれたなど完全なフランス式となる。一方で、フランスを良しとしない、反仏義遊軍は、学生棒から発展したシルムミュッツェ、官房、市民の上着から発展したユーバーロック、フロック、コートなど、独自の制服を有し、ナポレオンに反抗を開始した1813年以降、これらは愛国的な軍服として国民軍、 交尾軍征服に導入された。広王戦争でオーストリアを、不仏戦争でフランスを下すと、その影響力は強まり、ドイツ式軍服がヨーロッパ各国に採用されるようになる。以降、ドイツ帝国が崩壊する第一次世界大戦まで、ドイツ式が軍服の流行を主導する。フランス革命前後より前合わせをホックで止めるようになり、前止めに、 連帯色を廃した。敵眼平和と呼ばれる冠を被った。ドイツの核両方では、ナポレオンの侵攻を受ける以前より、フランスの影響が強く、ウーランかナポレオンジャケットが広く浸透していた。バイエルンでは1789年より、不評連帯で袖口、襟、折り返しを統一させた軍服が制定される。街頭は白色であったが、1799年より、 ライトブルーに切り替えられた。ナポレオンの支配を脱したドイツ諸両方は軍服の脱フランス化を推進した。1842年、プロイセンは社交帽に代わってピッケルハウベと呼ばれる特徴的なやりつきヘルメットを導入。また1842年10月23日、コレットに代わりバッフェンドックと呼ばれる軍服を採用。生地はドスキン製で、 直径25ミリのボタンが9個入る。着用対象は、不評、公平、市長、公平、隆起平は水色、両平は深緑。襟の高さは7センチで、1867年以降は襟が4.75センチに下がる。諸両方でも1849年以降広まった。マクデブルクは1864年より、ダブルブレスト。ビュルテンベルクでもダブルブレスト。 ブラウンシュバイクは、六骨服型。1871年のドイツ統一により、プロイセン王国を中心とする、連邦国家ドイツ帝国が成立した。ただし、軍隊は、領主の所有物であるという観念から、ドイツ帝国陸軍というものは1918年の帝国崩壊で存在せず、服の系統こそ、ある程度統一が図られど、召喚やコカルで、ボタンの紋章 検証、サッシュ、当初と構成国ごとで、仕様が異なった。とりわけ、バイエルン王国は、広島戦争敗北の借金によって、併合されたという背景から、独立意識が強く、気象やパイピング、ボタンの色に至るまで異が目立った。ユーバーロックの襟には、連帯色ないし、軍団色が入る。召喚でも名誉連隊長として、各連隊色を入れていた。例えば、 ビルヘルム一世は、この F 表第1連隊名誉連隊長のため赤。オットー・フォンビスマルクは、重機兵第7連隊名誉連隊長のため、黄色であった。表機兵のみ略位は、ユーバーロックではなく、アバラボネを使用。また、バイエルン王国の連隊のユーバーロックでは7に、ボタン配列で、前合わせのところに、パイピングが入る。ボタンには、王冠、バイエルンのライオンの紋章が入り、 前合わせは左向き、ブランデンブルク型袖と裏のダブル配列のボタンは顔が向かい合うようにスウェーデン型袖の場合は反対側となる。1893年に前合わせがフライフロントの野戦服が導入される。基本的にポケットはないが上級歌詞館や商工では個人の裁量でつけているものもある。色はプルシアンブルーだが気兵は灰色となり、 バイエルン王国軍では、水色となる。1907年4月19日、植民地で使用されていた、野戦灰色、フェルトグラウの生地を本国でも不評及び、砲兵野戦伏に採用。1908年3月5日にウーラン、隆騎兵、強行騎兵。1910年2月23日には、将校にもフェルトグラウが導入された。軽騎兵は、ウランか、徒歩兵は、 ブランデンブルグ型袖で、前合わせの一品具が赤、袖が黒。後兵はスウェーデン型袖で胸、襟ともに黒。航空部隊は袖章を除き砲兵と同様で、検証はグレーの台にプロペラがつく。ほぼ衣の襟章は黒に赤縁。聖帽和砲、甲、通信、鉄道兵は赤パイピングに黒い鉢巻き。 第一次世界大戦勃発後の1915年3月3日には M1907、0の袖口ボタンなどを配した略式や戦服が制定される。同年9月21日の直例にて全陛下共通や戦服が制定され、同時に陛下職が制定される。前合わせはフライフロントとなった。ビュルテンベルク王国は10月、ザクセン王国は11月。 バイエルン王国は、翌年三月三十一日通達。なお、特技兵たる両兵、狙撃兵、奇両兵、乗馬両兵は、グレーグリーンであった。また、以前までは国家ごとに違った、召喚襟賞も改定で、プロイセン王国軍の白用に統一された。ただし、バイエルンの右に刺しゅう、大がグレーと他の軍と違い襟元に、バイエルンを示す水色と白のトレッセが知らわれた。 このほか、同1915年に、平時瞑装が制定された。ドイツ領南西アフリカなどの植民地に展開する保護軍、シュトラップでは主にカーキ色、後フェルトグラウの軍服に防水棒、サドウェスターが使用された。防水棒のパイピングの色は、南西アフリカは青、東アフリカは白、カメルーンは赤。ドイツ領南西アフリカでは1889年、 フランシス部隊、フランソはトラップから爪襟6つボタンの簡素な野戦服が着用される。1891年6月4日に、青の爪襟やポーランド式の袖に、銀のパイピングを廃止コーデュロイの皮覆が制定された。防水棒のほか、フランス風のケピ棒も使用した。襟、ボタン合わせ、袖に青のパイピングを廃したカーキの防用モデルもある。 1894年6月11日にコーデュロイ、カーキともにオリエリとなる。およびカメルーン保護軍では、前身のビスマン部隊が1889年より、カーキの野戦服、白の勤務服、プルシアンブルーのパレード霊奏の3種類を使用。気象は海軍型ソでしょウあるいは陸軍型検証のみの簡素なものであったが、 保護軍への昇格をきっかけに1891年7月4日、新型被覆を導入。袖口に、ブランデンブルク型のボタン、襟章などが追加される。1896年11月19日に、植民地統一被覆が制定される。帽子が官房となるほか、袖もポーランド式の山形袖から直線に変更。1897年3月11日に、 フェルトグラウとなる。ギワダンのランゴの1900年7月よりに派遣されていた東アジア遠征軍団、オステージアッティシャスエクスパデシャンス港では遠征用、夜戦服が導入され、夏はカーキ色、冬は M1893 であったが、翌年2月9日より、冬服でフェルトグラウの軍服が導入される。外観は、後年の共通夜戦服に似ている。 1904年以降、夏もフェルトグラウとなった。兵士の士気を上げる目的で、ドイツ伝統の黒色の軍服や、骸骨の章を採用する等の工夫が凝らしてある。軍服を黒色にした理由は、油汚れが目立ちがたいからだとも言われる。ナチスドイツの軍服の中でも、最新兵器を優先的に与えられ、隊員自体も、区間頂戴。 最低でも173センチメートル以上、選び抜かれた容姿と運動能力を持った人物が選抜されたナチス新衛隊の軍服は、隊員選抜の特有のこだわりと兵器のおかげで、本来以上に生いた存在となり、ナチス賛美が危険視される社会においても愛好者を持つことで知られる。第二次大戦後のドイツでは、ドイツ連邦共和国、西ドイツ及び、 1990年統一後のドイツのドイツ連邦軍の勤務服は立ツオリエリを排して、解禁ネクタイ式を採用、生地のグレーも明るめの色にするなどして、ナチス時代との差別化を図った一方、東ドイツ、ドイツ民主共和国の国家人民軍の軍服、1990年の東西統一までは、より旧来のドイツ軍の伝統を踏襲しつつ、探検、サーベル、気象など、 細部にソ連スタイルを取り入れたデザインであった。勤務服の上着は従来の折り襟から解禁ネックタイ式に変更。ズボンは第三帝国時代の長靴に対応した乗馬。ズボンタイプのものから短靴及び編み上げの半長靴に対応したものに変更された。聖帽と上着は明るい灰色。ズボンはそれよりやや濃い目の灰色が用いられる。帽子は X 字型に交差したサーベルを柏の葉が囲む、衣装が、胴部につき、クラウン部には、円形状、外側から金、赤、黒の同心円がつく。BR 遺憾細棒の日差しには、銀色の波模様、左憾細棒の日差しには一列の銀の白葉、小憾細棒の日差しには二列の金の白葉が、飾られる。階級は、検証で表されるが、 従来のモール編みの検証が配されて、士官も含めて、南西タイプの検証、閉海色の縁取りがつくが用いられるようになった。遺巻が銀色の星の数、左官が銀色の半円形の白用のリースの上に銀色の星の数、召喚が金色のリースの上に金色の星の数で表される。検証には、閉海色の縁取りがつくが、召喚検証は、 赤の縁取りの内側に金ボールの縁取りが加わる。襟章は従来のものがほぼ踏襲されたが平行斜辺型から長方形に変更。折襟から解禁ネクタイ式への変更に対応したものと思われる。某章は怒りを柏の葉が囲む異常が胴部につき、クラウン部には円形章がつく。兵士は水平棒のクラウン部に円形章のみがつく。 BR 遺憾性棒のひさしには金色の波模様、左官性棒のひさしには一列の金の白葉、小官性棒のひさしには二列の金の白楊が飾られる。階級は、兵、歌詞官が検証で、将校が袖の金線で表される。従来将校の上着に併用されていた陸軍に準じた検証は廃され、他の多くの国で用いられている例に準じて、黒字に、 袖と同じ金銭を配した検証が、夏服、コートセーターに用いられるようになった。第三帝国時代から、解禁ネクタイ式の上着が導入されていたことも、手伝い、制服製帽の仕立て、配色等は三軍中従来からの連続性が、最も強い。ただズボンは、従来の乗馬ズボンタイプから、単靴の使用を念頭に置いた仕立てになっている。帽将は、 翼を柏の葉が囲む衣装が、頭部につき、クラウン部には、円形状がつく。BR 遺憾聖望の日さしには、銀色の波模様、左官聖望の日さしには一列の銀の白葉、召喚聖望の日さしには二列の金の白葉が、飾られる。階級は、陸軍のパターンに準じた検証で表される。エディションは、平海色の長方形の大布に、兵、貸しが、 銀色の飛ぶ鳥の衣装、遺憾が半円形の白用のリースの上に飛ぶ鳥の衣装、左官が長円形の白用のリースの内側に飛ぶ鳥の衣装を配したものが用いれる。第三帝国時代に用いられたエリショと類似しているが階級ごとに飛ぶ鳥の衣装の数が変化して階級章の機能を果たすことはない。また将官エリショには陸軍将官と同じものが用いられる。地上軍では 戦後しばらくバイマルナチス時代を踏襲するオリエリ軍服が将校、歌詞カ,カンペともに使用されていた。幾度のマイナーチェンジを繰り返し、1970年頃より将校は4つボタンの解禁軍服と新衛隊の軍服を踏襲したようなデザインとなった。歌詞カンペイは多少デザインが変更された五つボタンのオリエリであったが、70年代後半より4つボタンで、 ネクタイを締めることが主であった。傍章は国家賞を多くの歯で囲ったもの。の戦闘服についてはフィールドパターンと呼ばれる四色迷彩と1960年代より登場して主流となったレインドロップパターンと呼ばれるオード色を基調とし、縦に茶色の点線が入った迷彩の2種類が採用されていた。後者は少し離れてみると点線が目立たなくなり、 結局ただの単色布地に見えることから、アインシュトリッヒ、カインシュトリッヒ、インストリッチ、ケインストリッチ、線が一本、線がない程度の糸、俗称された。初期型の戦闘服は、胸ポケットが二つのみだったが、後期型では切り込み型の腰ポケットと、袖の上腕に、小ポケットと包帯包を取り付けるためのループが追加された。1980年代半ばより採用された。 ユトブと呼ばれる新型では、西側の戦闘服のように貼り付け型腰ポケット2つが追加され、階級章を付ける位置が、肩から上腕へ移動するなど、改良されている。人民海軍将校の制服は、当初は同時期のソ連海軍のものと似た、紺色シングルリツツメ襟のものであったが、後に第二次大戦時の海軍とほぼ同じ、デザインの5個、ボタン4が掛けダブルの制服となった。 この制服は、将校のほか、巡視官及び上級下士官も着用した。水兵及び下級下士官の制服は、一般的なセーラー服である。航空軍の制服は、第二次世界大戦時のドイツ空軍をほぼ受け継いだ。デザインのものが将校として県軍時より採用された。ただし生地の色は、ナチス政権時の青灰色ではなく、陸軍とほぼ同様の石灰色であり。 カン官兵70年代以降は将校巡視官もの制服はエディショーや帽子ショー、コン状色のパイピングを除き、他の東側国家の空軍と同じく陸軍にほぼ準じていた。ドイツ軍は19世紀後半から20世紀前半までの世界の軍事、軍政に多大な影響を与えた存在であった。一方、 軍服に関しては18世紀から19世紀にかけて欧米の軍服の流行を主導していた。そのため、日本陸軍など軍服にも部分的なものも含め少なからず影響を及ぼしている。20世紀に入るとイギリスやアメリカにとって変わられ、第二次世界大戦の頃にはドイツの軍服は時代値の感が否めなくなっていたが、それでもその特徴的なデザインは依然多くの国に、 採用され、独特のデザインのヘルメットも1930から40年代にかけて各国で採用されていた。しかし、第二次大戦の敗戦とナチスドイツのマイナスイメージから大半の国でデザインの変更が行われ、現在世界各国の軍服にナチスドイツの影響を留める例は少ない。これ以外にも世界各国の軍服において、 ドイツの影響を判別しにくい要因として、以下のようなものがある。19世紀末から第二次大戦前まで、ドイツ軍をモデルに、軍近代化を図った南アメリカ諸国の中には、礼服や勤務服、また式典等で着用するヘルメットに、現在でもドイツ軍の影響を留める国がある。例、チリ、ボリビア島、軍服参照。多くの国に定着している。 ドイツ起源の軍装としては、軍学隊の検証、シュバルベンネスターがある。意味は、円の巣で、制服上着の両肩につけることから複数形である。ただし、西ドイツ軍、現在のドイツ連邦軍では使われていない。第二次世界大戦後、現実世界における各国の軍服から、ドイツ軍の影響が改変されていったのと、同時期に、映画、テレビ、漫画、アニメなど、 作品の中で、仇役の架空の組織や国、惑星や惑星系全体が国家に統一されているという設定もあるの、構成員が着用する制服が第二次世界大戦時までのドイツの軍服をイメージして設定されている例が頻繁に見られるようになった。こうした組織や国は独裁的、軍国主義的で侵略や制服のためには手段を選ばない。 という設定がなされ、そこには明らかに、ナチスドイツの体制と、連合軍と対立するイメージが投影している。イメージのフィクションへの投影の先駆的な例としては、ファシズムが、現実に台頭していた、同時代に、これへの鋭い風刺メッセージを込めて、喜劇王、チャールズ・チャップリンによって作られたエイ、独裁者、1940年が挙げられる。ちなみに、 彼が1918年に制作、主演した2内獣にも着化されるキャラクターとしてドイツ軍将校が登場し、そこにはすでに第一次大戦時に蓄積された敵のドイツ軍イメージが反映している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。